一番風呂じゃないと不機嫌になります。今日も立派な魔法少女になるためにものの気持ちを学びに行くんです。魔法少女マミリン。あれやこれやのお悩みもセクハラまがいの脚本もあやってこやって乗り越えててんてこまいのマリマシの魔法使い。私魔法少女マミリン、友達はいません。マジカルグラスでマミリンコ、不思議な力のメガネコ。マジカルグラスでマミリンコ、好きな言葉は棚からボタン持ち。さあどんどん回っております。いつもより余計に回っております。さらに今回は初回特典ついてますよ。さらに各ショップごとにオリジナルの特典もいつもより余計にサービスをしております。はあ、まだそんなことやってんだ。おお、ダウンロードくん、珍しいね、外に出てくるなんて。あ、そうっすか。今時携帯から音楽ダウンロードする人多いっすから。まあそうか。もうなんか古臭いっすね。なんだよ、誰が、何が。いやもう、やり口全般ガッチーン。ああ、まあ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 、落ち着いてください。おお、何君。私、魔法少女でして、物の気持ちを勉強してるんです。ああ、なんか悪いね。俺はもう、物の形すらない存在だからね。ああ、確かに、まあそうですね。まあ、はっきり言って CD の時代なんてとっくに終わってっから。そんなことはないよ。昔より売り上げは落ちてるとはいえ、まだまだ現役だからな。そうかな。今の CD の売り上げを見てたらさ、そうは思えないんだよね。何を言ってるんだ。今でも100万枚を超える CD だってあるんだぞ。あれってさ、キャラメルのおまけとかビックリマンチョコみたいなもんでしょ。はあ、握手券が欲しいから CD を買う、これっておまけが欲しいからチョコ買うのと一緒でしょ。おいおいおい、ビックリマンチョコのチョコはうめえんだぞ。確かにあれは美味しい。そうかもしれないけど、もう時代の流れの中で終わってるから。いやいや、そんなことはない。ああ、じゃあ例えば DJ の人っているでしょ。あの人たち昔はレコード、そして CD と来て、今はデータを USB に入れたり、スマホから直接音出したりしてるのよ。まあそういうこと。そうは言うけどな、音質はどうだ。ダウンロードして買った音源の音質は低いぞ。まあ確かに今はそうかもしれない。でもハイレゾって知ってる？ CD の音源よりはるかに音質のいい音源が出回り始めてんの。この先どんどん音質も上がっていくし。そんなアルバムの中の1曲だけ好きって場合も、 CD だったら1枚丸ごと買わなきゃいけないけど、ダウンロードなら1曲単位で買えちゃうしね。アーティスト側はね、そのアルバムの曲順とかいろいろ考えてるんだよ。それをそんな横暴なやり方で。あれあれ、なんか回転が弱まってますよ。コレクターズアイテムとしての価値、ジャケットや歌詞カードのこだわり、そういうさ、手元に残る喜びがあるんだよ。まあそれはまあ、 CD ラックに好きなアーティストの歴史を残して眺めていると壮観だぞ。パソコンのデータの中だけじゃ見えないものがあるんだよ。なあお嬢ちゃん、そうは思わないかい。確かに、私も CD 買ったらパソコンに取り込んだりもしますけど、手元に CD はちゃんと残したいなって思うタイプです。いやだって歌詞カードとかこだわりある作品も多いじゃないですか。可愛いし。まあでも CD さんの良さも少し分かった気がします。なんか生意気言ってすいません。なに、俺もできたばっかりの頃はレコード先輩と今回と同じような喧嘩したよ。でも今もレコード先輩は元気だし、俺もまだまだ頑張らなきゃな。はい、先輩。はぁ、なんかわかんないけど、いいな、男同士の縦社会の友情的な。いや素敵ですね、ほっこりしました、うん、私、あの CD さんもダウンロードさんもどっちも使い分けてどっちも応援しますね。お嬢ちゃん、どうもありがとうね。ところで、MD さんはどうしたんですか。あ、おぉ、あいつはその、あ、先輩元気ですかね。あれ、なんか気まずいです。ワンクールにわたって勉強してきたけど、物の気持ちは難しいです。人間界へのビザが一旦切れてしまうので魔法界に戻りますが、
魔法少女マミリンはまたすぐに戻ってこようと思っています。立派な魔法少女の道は険しいけど、魔法少女マミリンはこれからも